はいこんにちはのばるです、えー、今日ねうち、えー、の中から撮影してますよろしくお願いします、えー、東京城ね、えー、曇り時々晴れってねなんかそんな天気です、えー、午前中曇ってたんですが午後から少し晴れ間が出てきましたが えー、ちょっとね、えー、雲が多い感じの天気です。気温もね、あまり上がってないですね。日差しが出てないので、10度をちょっと、えー、上がる、超えるぐらいなのかな。えー、っと、明日から寒くなるみたいですね。えー、っと、今日は、えーと、あ、今日やるですよ2月1日ですね。はい、えー、今日から2月です。木曜日です。えー、新しい、ね、月のスタートです。えー、節分なんかあって、恵方巻き食べたいななんて思ってますけど、なんか明日からね、ちょっと寒くなるような感じの天気です。 はい。今日のテーマなんですけど、えっ、ー、と、引っ越し意外と大変って、こんな話です。はい。まあ、引っ越しをするということはあんま決定してるんですね。まあ、えー、この間から話してるんですが、昨日もね、ちょっと動画上げられなくて、えっ、ー、と、保育園の手続き等の、えー、相談に行って、相談とかも処理を出したんですけど、えっ、ー、と、保育園にね、まあ、転園します。娘の方ね。えー、ちょっと、今の保育園には、遠くて通えないということで、えー、別の保育園に行くんですけど、 まあ入れるかかどうっってちょとと微妙なところですね何軒かね、えー、保育園をね、えー、こうリストアップしてそれでまあ出すんですけどえっ、ー、とまああれですねここよりも意外と何ていうのかな街中なので保育園が結構あるんですね、えー、だからまあどっかに入れるでしょうということでまあ問題はないのかなと思いますが、えーまあ、その書類の書き方とかちょっと分かんなくていろいろ聞いたりして。 えー、その手続きをいろいろしてましたけど、えー、あとねまああれですまあいろいろ引っ越しバタバタ金もかかるし大変だはいえー、とねまず、えー、と部屋ですけどまあエアコンね1個あるんですけどなんかしょぼいのがそれだけではちょっとねだめなのでエアコンを追加しないためですね、えー、一応あの高層階なので、えー、多分ね暑いんじゃないかなと思って わかんないけどあのー、多分南側の部屋はね暑いと思いますででリビングの部屋にでかいエアコン入れた方がいいのかなと思って14畳ぐらいのエアコンをリビングにドンと置いた方がいいのかなとか思いましたで意外とねそんなに僕思ってたり高くなかったんでだからなんか6畳のエアコンとかはねつけるよりも2個とかえっ、ー、とねでかいエアコンつけた方がね得なんじゃないかと思ったんですねだからその方向で考えているんですけど14畳ぐらいのエアコンね結構あるので それをねつけたいなと代金とかめちゃくちゃ高いんですよ。だけど、あの、もうちょっと安いと、富士通でゼネラルとかなんかあの辺だと結構そんなに高くなかったりするんですけど、ちょっと、他のメーカー、電気、 あの、メーカーにするか、あの空調メーカーのエアコンにするか、またちょっと迷ってるんですけど、まあその辺でね、ちょっと値段の折り合いで、えー、どんなエアコンにするかっていうか、でも今エアコンね、すごいね、進んでるので、省エネなし、うちにこの、ここの部屋についてエアコンもね、結構省エネで、ね、驚くので、あの、近代、近年のエアコンってやっぱりね、すごい性能が上がってるんだなってね、えー、つくづく思っています。 はい。まあ、そんなわけでね、まあ、いろいろね、やっていくんですけど、引っ越しの業者をちょっとね、また選択しないといけなくて、それまだやってないんですが、で、引っ越すのがね、3月末日ぐらいに考えています。で、保育園が4月1日、7月1日からの定員なので、なるべくその方向によって、えー、引っ越せればいいかなと思っています。で、ちょっといつ、何日に引っ越しますと、まあ、決まってないんですけど、ちょっと引っ越し業者とね、えー、またね、 相談して何社か安いところで確実なところで考えていこうかと思ってますがな,なんせねあの3人のファミリー世帯なのでちょっと僕値段があんまりよくわかんないですねあのあの1人で引っ越しっていうことを何回か経験してるんですけどその時ねほんの数万円だったんですよ引っ越し。 だから犬はいくらするの多分10万平均で超えるんだろうなって僕思うんですけどちょっと値段がいくらとかわかんないし3月なんでえ多分高いんじゃないかなって僕思いますあのもうちょっと安いねえ例えば5月とかその辺になるともうちょっと安いんだ4月とか入ると安くなるんだろうけどちょっとねそれでは難しいので3月中の引っ越しなのでまあちょっとね高いかなと。 思っていますよ。まあそれそれでねしょうがないかなと考えています。まあそんなわけでねちょっとねごたごたしていますが、はい。まああとねあれですね。なんか僕ん体調もあんま良くないんであのー、精神的な大丈夫。で最近で、ね、もなんかちょっと鬱っぽかったりして朝起きるのがねちょっと辛かったりとかして。 でそのところを考えるとやっぱりこの時期ねきついかなと思いますけどあと何だろう最近またねなんか花粉が飛んでるのかなんかねアレルギー症状がひどくて今日この後ね通院します僕ええー、昨日あたり結構花粉飛んでたんじゃないかな目が痒かったりとかねなんかあと全身がなんかガサガサしてたりとか乾燥してんのもまあ 主なんでしょうううけどまあ、そういう症状はねこの春先はね僕ねね僕結構きついんです、ね、だこれから2月過ぎて3月っていうとちょっとあんまり僕いい時期じゃないしなんか3月ごろに帯状疱疹になったのもあったし何年か前にあまあいろんなことになるような気がするのでまあ、気をつけていかないといけないしあとなんか疲れやすくなってきたら少し休んだ方もうちょっと何もせずにね休憩を取るとかっていうことをしないとねちょっとねまた。 あの病気がんがね再発したりする可能性もあるので気をつけていかないといけませんあと免疫力もね、まあ、あのなんだろう前盛期よりは落ちているのでやっぱり抗がん剤の影響もまだあると思うんでやっぱりその辺はね注意しないといけないかなと考えていますはいすいませんちょっと、えー、コーヒーを飲ませてください今日もえー、っとはい三コーヒーですいただきます よいしょ。はいいただきます意外といいですね今日うんあ落ち着きますねいいですねはいまああとねあのー、何でしたっけ、えー、食堂のね、えー、まあいいとかのムカムカもたまにあるんですけど ええと、その薬もなくなってきているので、ちょっと来週あたりにね、またね、えー、通院しなきゃいけないかなと思っています。あのー、内科の、内科し、あ、使用内科、えー、し、えー、内科使用、癌使用内科っていうのは、なんかそっちの方にね、通院しようと思っています。薬の方ね、うん、アルロイドってね、あのー、ドロドロのね、緑の液体なんですけど、それもらってこようかなと思っていますが、えー、そっちの方もね、行かなきゃいけないかなと思っています。まあ、そんなわけで、えー、まあ、 えー、2月ね、バタバタします。あと、まあ、うちの整理もちょっとしなきゃいけなくて、捨てるもんをね、どんどん捨てていかなきゃいけないな、っていうふうに考えています。で、まあ、それでね、なんとかなるんじゃないかと。あの、粗大ごみあの、なんだっけ、あの、シール貼る自治体にあれをね、ちょっと買ってきて、あの、種別して、あれ電話していダメなんだよね。電話して、で、シール貼って、外に出しておけばいい、いいらしいので、 ちょっと出したことないんで、あんまりよくわかってないんだけど、なんか電話番号書いてあったんで、それにね、電話して、えー、どこどこの誰です、えー、とか言って、何と何出しますとかって多分言うんでしょうね。えー、それで、まあ、出し、出して終わりですけどね。まあ、そんなわけで、えー、まあ、いろいろごちゃごちゃ、これなんか壊れた扇風機とかね <laughs> あの、まあ、出すんですけどね、まあ、適当に出しますけど、まあ、そんなわけでね、えー、しっかりと片付けていかないとね、まあ、引っ越しするときに荷物が増えちゃうし。 で、まあ、新しい、買うものもね、ちょっとあって、冷蔵庫の、冷蔵庫で洗濯機ね、買おうかなと思って、えー、ちょっと大きめのやつにしようかなと思ってですけど、えー、今使ってるのもね、ちょっと古いのでね、えー、新しいのね、ちょっと、えー、購入したいと思っています。まあ、その中で、引っ越しね、まあ大変ですね。バタバタしますし。ただね、周り、近くにね、あの、 こう大きな公園があったりするので、そこで遊んだりできるのでね、えー、うちの娘はまあいいかなと思います。ここね、公園がちょっと前もお話ししてる公園がね、ちょっとね、えー、遠かったりするんで、近くの公園っていう形でね、遊びに行くのはね、すごくいいかなと思います。思いますただ、娘がね、保育園ね、お友達とね、また離れ離れになっちゃったりとかするってことがあるので、今の保育園に入ってね、まだちょうど1年なんですね。3月、4月で。だからやっとね、お友達ができたんですけどね、またね、 えー、さよならして。さよならっていうか、まあ、仲いい友達はね、お母さんとかとね、まあ、LINE の交換とかでき,できてるので、まあ、連絡取って、また、あのー、遊べるようになればね、いい友達、大きくなってね、まあ、小学校になった時でもね、まあ、その時に覚えてればですけどね、まあ、友達と会ったりできるんで、まあ、遠くに行ってしまうことはないので、まあ、あのー、遠くっていうか、まあ、あのー、他府県とかにね、どっか遠くに行っちゃうわけではないんで、まあまあね、 いいいかなと思っていま,すか、ね、まあそんなわけでまあしっかりね、えー、引っ越しの準備ねしていかなきゃいけないですね。やっぱりなんか,やっぱりなんかねやっぱ思ってたりお金かかりますね。 はい。あとね、今年、あれですね、去年より寒い日が少ないというか、あのー、真、まあ、冬日がね、ないような感じ、ないというか、少ないというか、半分ぐらい、例年というか、去年より半分ぐらいということでね、まあ、暖冬気味は暖冬気味なんですね。今日なんかね、あのー、朝もそんなめちゃくちゃ寒いわけじゃなかったし、あのー、去年の冬に比べるとね、楽かなと思うんですけど、まあ、早くね、春になって、新しいとこ引っ越して気分もね、変えて、また新しいね、 えこういう物事をチャレンジしていくようなね形であと病気の方もね癌ステージ4食道がんの方もねえステージ4の B もねえまあ今のところ小康状態なんでねあの今元気なうちにしっかりとね動けてる間にねしっかりえ活動していきたいと思いますあの引,っ越し引っ越し終わると多分ねあの時間はねちょっと空くので 今ちょっとまたやらなきゃいけないこと、ごちゃごちゃ書類とか書かなきゃいけないことはね、結構あって、え、それをやらないとちょっと先に進めないんですけど、それもね、ちょっとね、なんか最近うつうつした気分でなんかあまりできてないんで、それもね、ちょっと早くやらなきゃいけないかなと思ってるんですが、それが終わると、あの、外に出てね、活動する時間があるので、え、自分のね、ちょっと、え、やらなきゃいけない作業とかがね、またできたりするので、それをしっかりとね、やっていかないとまたね、 えー、この先うまくいかないと思うので、えー、頑張っていきたいと考えていますはいまあ引っ越し向けてちゃんとやっていきますまた新しいところではえー、とまあえー、と YouTube 部屋みたいなのはちょっとできるんですけど YouTube 部屋兼娘の遊び場みたいになっちゃうのかな多分、えー、部屋三3つしかないので私の寝室とえー、と娘の遊び場兼 ななんかかそういうい部屋になるのかちょっとまた部屋の割合ちょっと決まってないですけどどこに誰が住むとかっていうことも考えてない、まあ、とりあえずあのなんかね涼しい部屋はねうちの奥さんが行きたいというので、まあ、だからそこでね2人寝泊まりするような形になるのかなちょっとわかんない、えー、その辺はねしっかりまた相談していきたいと思いますけどあのー、まだねあれですねしっかり何ていうのかなうーん こううでですすっていい感じはないんですけどまあと荷物はねそんな多くないようにしないとねまた部屋の中がねいっぱいになっちゃうあと収納もねここより全然あるのでここがなさすぎるんですけどあの収納はかなりあるのでそこに、えー、ほとんどのものが収まると思うのでそうするとね、えー、広くね空間を使えてねあのキムチとかね余裕がよとりが出てくるしね。 平米数でいくつか65平米ぐらいなんだ。だから3人だとね、意外と広いんですよ。ここね、えっ、ー、と30ぐらいしかないので、全然倍ぐらい、倍以上広いので、ね、全然いいと思います。はい、まあそんなわけでね、えー、まあ引っ越し、意外と大変という話をさせていただきました。引っ越すの、ね、エネルギーいりますね。だからなんか、ここにずっといる方がね、まあだらだらしてて楽っちゃ楽なのかもしれないけど、でもなんかね、 あのー、ちょっと今もねなんかこう狭くな狭苦しくなってきてうつうつとしたような感じなんでねちゃんと、えー、広いところ引っ越した方がね、えー、気分転換になるし全然あのー。 え、室内をね、有効に活用できると思うのでね、それをしっかりやっていきたいと思います。え、皆さんね、最後の見てくれてどうもありがとうございます。またこれからもよろしくお願いします。はい、さよならバイバイ。このチャンネルでは、えっとね、フィリピン人とのね、国際結婚の話、え、それからね、え、子供とのね、え、こう、接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、え、出来事とかね、あと解決方法のね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、え、見てください。 よかったらねあのチャンネル登録よろしくお願いします今日は最後まで見てくれて、ね、ありがとうございましたはい、あけみちゃんバイバーイ、はい <laughs>